はい、実際に今走ってるわけですけれども、スイフトおよびスイフトスポーツ、皆さんあの乗った人楽しいというふうに言うんですけれども、その楽しさの理由は何なのかというところまで、なかなか、話を聞いたことないんじゃないかと思いますので、僕が解説したいと思います。なぜですね、まず楽しいのかというと、ハンドリングの考え方にあるわけですね。このスイフトおよびスイフトスポーツのハンドリングの考え方というのは、車をですね、全体を使ってロールさせていく、そういったセッティングをしています。普通ですね、 FF のスポーツ系のモデルになると、車高を下げてフロントタイヤのグリップを頼りにですね、ギュッとこう曲がる力を出してスポーティーという風にしていってしまうんですけれども、この車の場合はある程度ですね、ロールする余地を残してあげて、そのボディの動きとともにですね、車全体で曲がる力を作っていく。そうするとですね、 FR のように車との一体感があるですね、ハンドリングが得られる。そこが楽しさの理由という風になっていきます。これは、ノーマルのですね、そういう人でも感じられる部分で、この部分こそがですね、日本のコンパクトカーと非常にこう対照的な部分になるわけですね。もちろん、そういう人も日本のコンパクトカーなんですけれども、ハンドリングの考え方というのがヨーロッパと同じように、要するにドライバーに、全てですね、任せるタイプのハンドリングを設定しているということになっています。そして、このスイフトスポーツはそういったスイフトをベースにですね、サスペンションを強化して、限界をですね、高めて、タイヤなんかもグリップを高いものにしてですね、設定しているので、より高いレベルまでそういった楽しみを味わうことができるようになっているというのがポイントになっています。そしてエンジンなんですけれども、先代と同じ 1.6 リッターの M16A というエンジンを搭載しています。ただしかなりですね、モディファイが入っていて、最高出力は136馬力、最大トルクは 16.3 キロ、これをですね、1050キロの車ですから、動かすには10分以上の力があってですね、非常に痛快な走りを実現しています。さらにですね、今回やはりですね、大きな特徴といえるのが6速のですね、マニュアルトランスミッション、これを組み合わせたことですね。これによって、まずですね、加速性能が非常に上がっています。まあ1050キロでエンジン性能がですね、先代に比べると10馬力ぐらいアップしているんで、その状態でももちろんですね、動力性能というのは上がっているんですけれども、今回6速になったことで、2から5のギアをですね、クロスさせていますので、それによる加速性能の向上というのが、あります。そして動力性能をアップしているんですけれども、実はですね、燃費性能は逆に良くしているというのがあるんですが、それはですね、6速ですね、今までは5速だったこの車が、6速オーバードライブを手に入れたことによってですね、高速巡航などでエンジン回転を下げることができる、こうすることによって、静粛性も少し上がりましたし、燃費がですね、良くなったというのがポイントになっています。さらに今回は CVT も採用しているんですけれども、この CVT がですね、非常によくできた副変速機付きの CVT で、やはりですね、加速性能をアップしながらも燃費に非常に貢献しているというのがポイントになっていて、実際のですね、1050のモード燃費、これで見ても 1.6 リッターのスポーツモデルとしては非常に優れた数値を実現しているのがポイントと言えると思います。やはり、スイフトスポーツ、ワインディングを走るとまさにですね、水を得た魚という感じで、非常にですね、気持ちいい、その気持ちよさですね、を存分に、体感することができます。ロールも程よくチェックされてますし、今ですね、割とペースを上げて走っているんですけれども、このくらいのペースですと本当にですね、安心しながら車の走りを楽しむというような感じがあります。あと実際にシフトがですね、クロスしているので、非常にコーナーからの立ち上がりなんかでも付きがいいですし、もちろんそれはエンジンもですね、馬力がアップしているとか、そういったいろいろなものが組み合わさって、この車のですね、優れた走りを生み出しています。ちなみにですね、今回ノーマルのスイフトに対してスイフトスポーツはですね、リアの
サスペンション、これをですね、トレーリングアームのアームを断面をですね大きくしたりするなど専用の設計をしているんですね。そういったものが非常に効果をしていて、リアのですね粘りは非常に以前に比べると高くなってますね。まあ FF の車というのは実はリアサスが命で、リアがですねいかに仕事をするかによってフロントの打がですね決まっていく、そういう関係性があるんですけれども、その点においてこのスイフトスポーツはかなり良いところにあるんじゃないかなというふうに言えます。こんな具合でワインディングをですね非常に楽しく走ることができるスイフトスポーツ、このモデルも我々にですね楽しみをしっかりと与えてくれるだけのモデルになったなというふうに感じます。僕の好みで言うと、もうちょっとですねいじりたい部分とかっていうのもあるんですけれども、それはまあこの車出たばかりですから、これからいろいろですねまた熟成がなされていったり紹介料が行われたりしていくと思いますので、そういった部分も含めてですね期待を込めて今後のですね成長を見ていきたいというふうに思います。